ちは。こんにちは。さあ、豊さん、海の向こうから大きなニュースが入ってきました。大きな人が来るんでしょ。大きな人が来ます。2014年にエンゼルスで16勝したマット・シューメーカー投手と巨人が契約合意したということで、はいはい、これは結構今ネットでも話題になってますね。大型投手が来るっていうことで、あのヒゲの、うん、見ましたよ。見ましたか。まあ、どうでした、シューメーカー投手。まずね、特徴としたら、はい、そんなにボールはね、速くはないね。あ、そうみたいなんですね。そんなに速くはないけど、ボールがよく動くわ。やっぱそうなんですね、うん、ただ、はい、なんていうの、大きな変化じゃない、うんうん、ちっちゃな変化でこう動かしてきて、はい、バットの芯を外していくようなピッチャーだよね、うんうん。その巨人の大塚球団、副代表も、まあ、変化球が多彩であるということを挙げていて、さらにそのストレートは145キロ程度とあまり速くはないけれども、そのスプリット、これとシンカー、スライダー、カーブ、特にスプリットが効いてくるんじゃないかというふうにおっしゃってるんですけれども、スプリットっていうのは、はい、まあ、確かに小さく変化して落ちるという、うん、これはね、日本人がやっぱ投げさせたら、日本人の球の方が多分優秀な球を投げると思う。あ、そうなんですね、うん、コントロールで苦しむことはないと思うけど、はい、ストライクゾーンの中だけでなんか勝負したがるピッチャーなんだよね。あ、そうすると逆にどういうデメリットが。いや、だからもうハマったら抑えられなくなるという、まあ、ボコスカ打たれ始めちゃう。そうそうそう、捉えられたらもう収まりがつかなくなるっていうことと、はい、まあ、調子が良くてボールが切れてるときはやっぱ芯を外すとやっぱボールも重いだろうし、はい、抑えることはできると思うけどもね、うん、やっぱシーズン長い、ね、そういうことを、まあ、どこで使うかわからないんだろうけど、はい、そういうことを考えるとやっぱこうボールで勝負できるような思考を持ち合わせてるんだったら成功すると思う。ただストライクゾーンの中だけで勝負をしようとしてる思考だとちょっと捉えられるかなっていう、はい、いや、物はいいと思うんだよ、はい、すごく素材的にもいい投手だと思うんだけども、うん、日本のこうスタイルっていうのはストライクをファールとかいろんなことで追い込んどいて、あとはボールで勝負していくという、はい、でもストライクだと日本人のバッターってやっぱり優秀だから、うん、ボールとストライクの見極めもすごくするだろうし、はい、ストライクを打つ技術っていうのはすごく高いからね、はい、その日本人の心理は三振したくないという、はい、ね、アメリカ人は三振しても大きいの打ちゃいいんだろうみたいな、うん、そうじゃなくて三振したくない、三振したくないっていうのはミートをしていく、うん、ということはストライクからボールにするボールは必ずミートしてくるから、だからそこでいいところに投げれるかどうか、うん、そのいわゆる日本の野球をどれぐらいこう理解しながら投げられるかっていうことも課題になってくるということですよね。まあ、そうですね。だから向こうでね、筒香とか秋山とかも対戦してるんだけども、はいはい、そんなに苦にはしてなかったよね。だ日本人あヒットは いやでもね、ヒットはそんなに打たれてないと思うんだけど、はい、やっぱこうフルスイングされてるというか、気がかりなのは2020年だったりとか去年がやっぱ一発病の傾向がすごく多いというふうにことも言われて、だから球威がないだけに高めのボールが何球かやっぱこう俺も映像見ててはあるんだけど、はい、そこは的確に捉えられたな。やっぱボールが遅いだけにそうか、やっぱ捉えられたらやっぱ飛んでいくというね、うんうんうん、だからまあそれはもうしょうがないけどさ、はい、ただ巨人は先発、もちろん先発として使いたいし、2桁勝てる投手になれるかは、まあ、その一発病にもかかってるっていうふうには出てるんですけれども、そのこの投手を取った意図っていうのはやっぱ厚みだよね。その先発陣のということなんですね、うん、やっぱ菅野が10勝計算できても、うん、他のピッチャーで計算がなかなか立たないでしょ。戸郷も10勝いくかなと思ったらもうそこの壁があるみたいにいけないし、うん、はい、14、5勝勝ってほしい、うん、柱になれる完全に、はい、ピッチャーがやっぱ菅野以外で欲しいんだろうね。という今豊さんが考える中で その今シーズンの先発ローテだと、まあ、もちろん菅野投手を筆頭に、うん、菅野投手として上げていくとすると、まあ、戸郷だよね。戸郷は、はい、まあ、メルセデスとか高橋とか、はいはい、あと山口、まあ、山口とか、そこに
まあ入るだろうね。入ってくるっていう形、6人っていう感じになる。あとは堀田、山崎とか、あ、直江とか、はい、そういうのがやっぱこう入ってくるといいなとは思うけども、うん、まあなかなかね、そう簡単にいくかどうかっていうのはまだオープン戦見てないし分からないからね、はい、ただやっぱこう実績から言うと、うん、シューメーカーなんかはもう入ってくるよね、まあそうですね、絶対使うよね、はい、うん、ハマるといいけどな、うん、ただもちろん今このね、やっと契約合意に至って、もちろんコロナ禍なのでビザの問題だったりとか隔離の問題もあるので、まあ向こうでミニキャンプをしているのか分からないですけど、いや、やっぱりやってるよ、やってますかね、やってるやってる、ということはいつ入ってこれるのか合流できるのかっていうのは、まあそうだね、どうなんですか、岸田さんに言わないとねかましてよで、ねえ、なんか思うところもあるんですけども、まあ、3月25日がその開幕っていうのは変わらないので、じゃあどのあたりで合流、まあ1ヶ月遅れてもいいよね、しっかりしたものも出してくれるんであれば。これどういう感じで向こうの投手って実戦の中でアジャストしていく、まあ、2軍ファーストステーションファームで、まあもう日本が決まってから日本のボールも手にしてるだろうし、その情報を集めてるという、うん、ことはしてるよね、はい、だからそんなにあの来ることに関して、うん、ボールに関してっていうのはそんなに心配はしてないと思うけど、はい、やっぱマウンドの傾斜だったりだとか、はい、どういう雰囲気なんだろうとか、うん、そういうのは、まあ、気にはなるだろう ね、 そうですね。結構なんか助っ人外国人の方って契約が合意して日本に来る前ってすごく前向きな発言多いじゃないですか、うん、わ嬉しいよ日本のこう紳士の球団に入れるなんて、はい、みたいな。でも実際来てみるとちょっとナーバスになったりとか、だからそれはね、成績だよ。あ、成績でもうそう感じるだけで、はい、それ最初から乗ってやったらもうバカにするよ、はいはい、おベイビーベイビーベイビー、そうですね、ベイビーって言われちゃいますもんね。そうそうそう、最初はやっぱりこうリード面で気をつけなきゃいけないのはボールを揃えないということだよね。球種は多彩だし、すごく変化球も小さい変化球で小さい変化を用いながら打ち取っていくピッチャーだけに、ここは完全にボールしてくれよみたいな、真ん中に落とせよって、絶対ストライクじゃないよってとか、そういう意思表示をしっかりできるキャッチャーがやっぱマスクをかぶった方がいいね。ということはどのキャッチャーがマスクをかぶった方がいいですかね小林出てきました、我らが小林。いやいや、やっぱ経験値が高いもん。そうですね、うん、それとやっぱこう悲壮感がない彼には、はい、ね、ピッチャーってもうカーッとなってるよ、うん、でもなんかホワーンとしてるから、小林選手はね、うん、ホワーンとしてるからなんかこう中和剤になって、はい、なんか冷静さを取り戻すというか、うんうん、だからそういう感じでやっていければ俺はいいと思うけどね、はい、そうです。あとこのトレードマークのヒゲなんですけれども、うん、これ剃らないとダメなんですか。どうなんだろうね、うん、テームズっていうのが剃ったよね、はい、剃ってきましたね、かわいくなっちゃったよね、ええ、いやもういいんじゃないの、ヒゲとかは。もうね、まあ確かにね、まあ巨人の訓示にあるんだけどね、紳士垂れという。そうですよね、ヒゲはご法度だというね、はい、でも昔のなんか有名な方々って全部ヒゲは生えてるんだけどね、うん、そうですよね、うん、だからそれがあったから紳士じゃないっていうことではないとは思うけども、はい、まあ球団の、うん、ね、ルールに従うんであれば、はい、まあヒゲも剃ってくるんじゃない、どんな顔になるんだろう、おい、これ誰ってなっちゃうよね、はい、そのあたりもね、ちょっとまあ、シューメーカー投手がどのタイミングで入ってきて、どの風向になり、そして日本のマウンドでどんなピッチングを見せてくれるのか。そうだね、はい、だから ボールが変わるからどのぐらいの変化、うん、そういうことで、まあ、人によっては悩むかもわからないよね、はい、変化しすぎるとかさ、うん、変化しないとかさ、うん、まあ、そういうのはやってみなきゃわからないことでね、はい、やっぱ日本からアメリカに飛んだ人はピッチャーでね、はい、ちょっとボールの一旦壁にぶつかったりとかもするじゃない、はい、だからそういうことが起きないように、うん、ね、頑張ってほしいなというふうに思いますよね、はい、はい。